こんにちは、カイチです。今回もキングダムニューランズやっていきましょう。これはどこからなるんだ。このスマホ版はですね、閉じてしまってもう一度立ち上げるとですね、うまくセーブできてない時があるんですよ。なのでちょっと戻ってるんじゃないですかね、これ。まあ見ていきましょう。で、ちょっと反省したんですけど、これ今前半で馬を乗り換えてるんですけど、修理マジか。これ結構投資してましたよね。そうか、ここまで戻っちゃったか。そう、話を戻すと、馬を乗り換えてるんですが、これ良くないなと思うんで戻します。何が良くないかっていうと、すごいプレイヤーにとって有利になっちゃうんですよ。でやっぱりこういうのって最初は苦しいプレイをこうしていきながら、でこういういい馬に乗ることでこうプレイが快適になるっていうのをこう段階があった方がいいと思うんですよね。だからここで戻しましょう。コインを3枚使って戻します。いいですね、ここの狩人は優秀でどんどんコインを稼いでくれてます。素晴らしい。あ、まあでもそれ考えるとそこまで戻ったわけじゃないですね。前回の動画この辺までだと思うんで。さあ、またここでお金を手に入れているんで、お、大工さんが到着してます。さあさあ、ここで材木をどんどん与えましょう。はい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 。これがですね、結構コインが必要なんですよ。しかしこの左端の狩人たちはですね、わんさか稼いでるはずですから、ここの往復で大体完成しちゃうんですよね。お、夜が来ましたね。夜が来るとこんな感じで防衛線まで戻ってくれるんですよ。コインの回収も楽になります。右端のあれですね、最前線が気になりますね。前回結構苦戦してたっぽかったんで、様子は見に行かないかんのですが、完成してほしいな。あ、完成した。ちょっとしばらく見ましょうか。発注作業は完了したんで、あとは完成を見届けるだけです。7日目か。ちょっと時間かかっちゃいましたね。で、くろうとさん向けにちょっとコメントをすると、さっき、大工さんを全部で4人になるまで増やしたんですけど、まあなんでかっていうと、この船ですね、完成すると3人乗り込んじゃうんで、この島に1人残したいんですよ。それで、まあ4人作ったっていう形になります。8日目ですね。はい、大工の作業が終わってコイン2枚どうぞってなってますね。入れましょう。はい、完成しました。いいですね、結構このエフェクト好きなんですよね。なんかこうバシャーって入るのが。で、この左端には桟橋があるんですが、桟橋に向かってこの船が移動し始めました。これよく見ると大工さんが押してるんですよね。はい、で左端に行きます。で結構時間かかるんですよ。なのでその間に、まあ、この島の増強作業を進めていきましょうか。まあ基本的には最初の島はこんな感じですね。雨降ってますね。ここで食べてもらってスタミナ回復して、ああ結構お金余りましたね。
基本的にはもう、なんていうんですか、お金をいっぱいにして次の島に行きたいんで。お、今日も20枚くれました。せいせいっと、はい、うちに来てください。よいしょよいしょ。ちなみにここに置いとくと自然発生した後勝手にコイン取って拠点に目指してくれるんですよね。さあ気になる右端はどうなってるんでしょうか。お、これは良くないサインですね。なんか右から人が来てます。これは職を失って、つまり攻撃を受けているんです。戻っていってるんですが、あ、ここと喧嘩したんですね、多分。結構この防衛線を前の方までやっちゃうと自分でこうやって敵のところまで行っちゃうんですよ。で喧嘩して負けて弓矢取られて戻っていくみたいな感じですね。ちょっと大工さん呼びましょうか。大工さん呼ぶために近所の森を伐採します。これで来ますね。で今から夜になって小競り合いがあって、でその後ちょっと岩ですね、先ほど改造したやつがあって、一人弓兵がいますね。高見台なんでしょうね。そのあそこでこう攻撃してくれるんです。弓兵がずっといて、ちょっと見てみましょうか。お、敵が来ました。あんな感じですね。でここのこの高台のアドバンテージっていうのは敵からの攻撃を受けないんですよね。あんな感じでずっと攻撃してくれるんですごい便利なんですよ。ずっと攻撃してくれる、しかもかなり有利な場所から。いいですね。これを利用しない手はないです。で壁も結構削られてますね。敵の数も多いですね。やばい。お、仮面をかぶったのが来ました。あれが厄介なんです。防御力が高い。多分壊れるんじゃないかな、この壁。あ、お願い、なんとか。あ、持ちました。あ、危ない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 。大工さんが必要だ。一人じゃ足りないかもしれないですね。夜のうちにこっちに引っ張るためにあそこの木の伐採を発注したんですが、まだ到着してないですね。よくないですね、これは。よくないですよ。ちょっと大工もう一人ぐらい増やしますか。人手が足らないですね。お、向かってます。いいですね。木の伐採を後回しにしても壁の復旧とかしてほしいんですけど、まあおそらくそこまで順番考えてくれないんで。まあでも朝になったばっかなんで大丈夫でしょう。はい、ありがとうございます。大工さん増やして、弓兵も増やしましょう。よいしょ。ここに燃えときましょう。で一番左端に行くとまた弓兵さんがすごい稼いでくれてるんで、ここでコインがすっからかんになったとしても多分満タンで桟橋で船に乗り込むことができるはずです。壁の復旧に入りました。その前に高台作ったんですね。前よりも高くなってます。これはここまでのグレードになってますが、次の島とかに行くと、あ、喧嘩売ってますね。もう喧嘩しちゃダメって言ってるんですけどね。
おお、ありがとうございます。次の島に行くとまたグレード上げられるんですね、この高台。さあどうなるでしょうね。そこもお見せできるといいですが、まあできますが。で、一応この壁突破される可能性もなくはないんで、近所にもう一個壁作っておきましょう。夜この壁でバトルがして、その繰り広げられている間に、裏ではこうやって大工さんがこう根回ししてくれるっていう、そういったプレイングをしております。さあどうかな。バトル見たいですね。よいしょ。来るかな。来た。仮面が3体。うおー、これは硬い、これは硬い。やばいな、やばいな、やばいな。これ突破されるんじゃないかな。おー、やばい、やばい。これは壁を作って正解だったか。ちょっとぶち破られるところ見てみましょうか。ちょっと弓兵増援が遅いですよ。あ、でもなんとかなりそう。あー、やばい、あー、やばい。また仮面が来た。あ、剥がれた。お、優秀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 。おー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 、あぶな、あぶな。あ、10日目だ。またも船もあっちついてるんでね。じゃあ、船乗りましょうか。うんうん。まあ、壁壊れるとこ見たいっていう視聴者さんがたくさん見えると思うんですが、そんなシーンはですね、後々、たくさん見れるんで、もうド派手に壊れるんで、大丈夫です。まあ、最初の島は本当にもう、なんていうんですか、雰囲気紹介みたいな感じなんで、こんな感じでサクッとですね、終えて、次の島に行きましょう。まあね、心配ですけどね、結構ギリギリな運営なんで、この王女さんがいなくなったら、ちゃんとやっていけるのかなっていう。基本的にはもうこの船に乗り込むのは全員じゃないんで、なんか、本当にノアの箱舟みたいに、選抜メンバーだけ乗り込んで、この島を見捨てるわけなんで、本当になんていうんだ、シュールな設定のゲームですね、これは。いいですね、この音楽。そう、前回の動画見ていただいた方は、自分が前の動画だと音楽が聴けなかったっていうのを知ってると思うんですが、聴けるようにちょっと設定をできるようになりました。スキルが上がりましたね。お、到着してます。これにコインをあげると、はい、無事脱出ってことになりますね。まあ大体10日ですね。王冠を守った。はい、じゃあ次、これ順番に行きますね。これが次の島で、そのここを脱出したら、今度ここ、ここ、ここっていう感じで、難易度上がっていくんですよ。で、最近なんかアップデートで増えたらしいのがこれで、これまだ僕クリアしてないんで、こう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 といった後、ここに行ってしっかりクリアしたいなと思います。はい、ということで2つ目の島行きます。あ、そうか。じゃあここで一旦動画締めましょうかね。はい、ご視聴ありがとうございました。